この音楽と、まあ、プロテインだったりサプリが一緒になるって僕も今まで聞いたことがなくて、まあ、曲が完成してでこうやって商品が並んで見てみるとなんか僕たちがいる LDH だからこそできるプロジェクトだなと思いましたし、世の中の女性の人にすごくサポートとなるサプリになるのかなって思うので、あのたくさんの女性の方にこれをこのサプリを飲んでいただけるようにこう広めていきたいなって思いました。今回エナジープロジェクト2つのグループで楽曲出されまして、今日初出しということで。はい、そうですね。僕たちジェネレーションズがやった G エナジーっていう曲はあの80年代のディスコサウンドをあの、まあ、テイストとしてあの作らせて、新しく、まあ、よりジェネレーションズらしさも入って、うん、もうなんかこの曲が今後ライブの中でどの立ち位置に来るんだろうなっていうのが僕はすごい今から楽しみですね。はい、そうですね。 E-Girls もこう、まあ、久しぶりにもうがっつり踊る楽曲を、させていただくので、まあ、ジェネレーションズの皆さんとこう同じようなテーマでやらせていただいて、あのミュージックビデオだったりもあのセットが同じだったりするので楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。本当に E-Girls のパフォーマンスでは今までにないくらい結構無呼吸というか、ライブバージョンを通すとあの結構激しい構成になっているので、皆さんにはライブバージョンも楽しみにしていただきたいなと思います。まあ、香水が大好きで、まあ、毎日変えたりしてて、それで気分を変えて自分の気分を変えて元気出したりとかしてます。すっごいいい匂いするんですよ、隣にいたらマスクしてるともったいないかもしれないです。ライブがあるからこそトレーニングできますし、疲れてトレーニングしなくて後悔するの自分なんで、やればやるほど自分の体に返ってくるので。筋肉は嘘つかないんですよ。そうなんですよね、筋肉は嘘つかないね。筋肉は正直です。うん、筋肉は裏切らないですね。はい、すいません、ちょっと取り乱しました。すいません。まだあのジェネレーションズっていつも年末にあの不定期開催で、本当にもう誰かの家でクリパねクリスマスパーティーをやるんですよ。それまだちょっと今年なんか計画を練れてないので、開始1時間ぐらいでもう寝てたよ。寝てた寝てたね、寝てたし、それで起きたらあの朝起きたら誰もいないなと思ったんですけど、あのハヤトが僕の使わない部屋の押し入れで寝てました、ね、っていうなんかちょっとハプニングもあったりするんで、ちょっと今年まあ誰のいいか分かんないですけど、ね、あの計画してね、うん、みんなでパーティーしたいなと思いますけどね。その時にサプリ飲んでいただいて間違いなく絶対そばにあると思います、はい